国鉄 ED40 系電気機関車。国鉄 ED40 系電気機関車。国鉄 ED40 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道員が1919 19年、大正8年から製造したラックレールを使用する、アプト式直流用電気機車である。新越本線のアプト式区間である横川軽井沢間。 薄い峠用の電気機関車で、1919年に4両、1920年、大正9年に4両、1921年、大正10年に3両、1922年、大正11年に2両、1923年、大正12年に1両の、計14両が鉄道院大宮工場、現在の JR 東日本大宮、総合車両センターで1万系。 後の EC40 系の増備用として製造された。国鉄が初めて導入した国産電気機関車である。本系の増備により、1921年に薄い峠区間での蒸気機関車の運転が廃止された。製造時の形式番号は120系であったが、1928年昭和3年10月の車両形式称号規定改正により、 ED40 型に改版された。車体は箱型の切り妻車体で中央部の屋根状に停車場内で使用するパンタグラフを一気搭載している。本線上では第三機場から終電するため終電靴が片側2カ所に設備されている。また運転台は坂下の横側寄りにのみ設けられた型運転台型で軽井沢型は連結機場に張り出す形で 抵抗機質が設けられている。電動機は、動輪用、歯車用に、各一機、軽二機が床上に設置されており、動力は、歯車で減速した後、連結棒で四軸の同軸及び二軸の歯車に伝達される。基本的に一貫して、横川機関庫、1936年9月1日付で、横川機関庫に、改場に配置され、 新越本線の横川軽井沢間で使用されたが、e d 四十二系の増備と老朽化により、九百四十三年、昭和十八年七月から廃車が開始され、九百五十二年、昭和二十七年三月に廃車された十三号機をもって全車が除籍された。国有鉄道時代に横景観以外の線区で使用された記録としては、1951年、 昭和26年7月に ED4013 が、ラック関係機器を下ろして、富山高線で使用されていたという記録がある。国鉄から私鉄へは、2両、6、10が1947年、昭和22年に、東武鉄道へ、3両、9、11、14が、スン鉄道、現在の伊豆箱根鉄道スン線へ、2両、3、4が、南海電気鉄道へ、 上渡されている。その際、ラック式用の機器、ピニオン、歯車用の電動機、歯車等の駆動装置は取り外されている。また、南海電気鉄道へ上渡された2両のうち e d 四4 0 4は後年秋田中央交通へ再上渡された。小賀電気工業日光電気制造所への軍需輸送のために1944年、昭和19年から、 同社の日光機動線に貸し出されていたもので、上途後は e d 4 0 0 0系4 0 0 1 4 0 0 2に改版されたが、1955年、昭和30年に電気機関車の一斉改版の際に ED4000 の形式は本線系統の ED10 型に譲り、本形式は e d 6 0 0系6 0 1 6 0 2に再改版された。日光機動線では、 パンタグラフの他にポールを併用しており、また、急勾配が介在するため、電気機関車は常に、坂上側に運転台を向けた形で坂下側に、連結され、途半列車については推進運転となった。一方、後半列車については、運転台のない側が先頭となることから、第二エンド側にステップを設けて、前方警戒のための車掌がそこに乗務した。開板と同年、 e d 6 1 0系、ED611 が投入されたことに伴い、ED601 は翌年4月16日に廃車された。ED602 は1968年、昭和43年1月動線の貨物、輸送廃止まで予備車として使用され、同年2月24日の路線廃止と共に廃車となりその後は復元保存のため国鉄に寄贈された。 スンズ鉄道へ譲渡された3両は、ED40 系の形式称号はそのままに、ED4011 は原番号のまま、ED409 が ED4012 に、ED4014 が ED4013 にそれぞれ、改版され、運転台のない後くらい側にも、窓と乗務員扉を増設して運用されたが、あくまで逆向き運転時の前方監視用で、運転台設備は設けられていなかったようである。 ED4012、ED4013 ED の2両は、1949年、昭和24年11月11日付で、学南鉄道に再上とされた。学南鉄道では、ED4012 が1952年、昭和27年まで、ED4013 が1972年、昭和47年まで運用されたが、いずれも解体されている。鉄道に残った、 ED4011 は、1953年、昭和28年に、西部所沢車両工場で大改造を受け、大幅に原型を失った。改造に際して車体は流用されたものの、前後に、デッキが設けられた、両軍天台に改造されたほか、台車は釣り合い張り式のボギー台車に交換され、主電動機も、国鉄 MT14 機に改められており、 電気関係で ED40 型を出自とする機器類は失われた。この改造に伴って形式番号は ED11 系、ED11 に改められた。この ED11 も1967年、昭和42年3月に学南鉄道に譲渡され、ED31 系、ED311 と改めされて貨物列車の牽引に使用され、 1973年に廃車された。南海に譲渡された2両は5 1 6 1系5 1 6 1 5 1 6 2に改められた。本形式の性能上、低速でしか運転できないため、主に入れ替えようとして使用された。5161は1952年まで使用されたが 5162QED404 は、 1949年、昭和24年に、秋田中央交通に最上とされ、こちらは ED40K401 に改版された。転出時に、帝国車両工業で、突傾車体に改造されていたが、1953年、昭和28年に、東京急行電鉄からでは3001、東急では3002、東急でと3013が、転入すると、入れ替わりに、 東横車両費門屋工場に送られ、翌年8月に解体となった。東急側に機関車としての使用意図はなく、主電動機の巻線に用いられる銅の売却利益が目当てであったと言われる。車体解体後も大枠のみ車輪付きの作業台として残存していたが、その後これも解体されている。東武鉄道から寄贈された15機が、1968年、 昭和43年から復元、歯車関係は未復元の上、純鉄道記念物として大宮総合車両センターに生体保存されていたが、2007年、平成19年10月14日、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に移設の上で展示されている。展示に際して、重整備が行われ、アプト式機構が復元された。展示に際しては、 車体の元に設けられた通路からピニオンギアとラックレールが噛み合う仕組みを観察できるようになっている。2018年平成30年3月9日に国の重要文化財に指定することを文審議会が答申し重要文化財指定が内定した。同年10月31日の官報で文部科学省告示官報号外第239号 文部科学省国時代208号により重要文化財の正式な指定がなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。